全国プロ野球チームで遊ぼうネットの実況をねやっていきますよ。どうもアザラシです。いやーまあ見てわかるな、ほらほらほら見てわかるっしょ。随分と綺麗になっております。画像がね、画質が上がっております。まあこれをこの画質を綺麗にするために結構ね悪戦苦闘、宿泊苦難の道をね乗り越えてきました。どうでしょう、どこがいいかな。今千葉がね停電してるんでね、停電が長い、復旧しないっていうので千葉を応援、勇気づけたい。東京かな、東京読売ジャイアンツ。東京の人たちの、あの関東の人間がね千葉を無視してるっていう気がする。被災者叩きをしてるでしょ、なんなら千葉県民に対して。そういうの良くないよ、ね、近隣の住民とかはさ、ぜひボランティアとかしたりさ、救援物資を送るのにしてさ、助けてあげたらいいと思うんですよ、うん、はい。そういうのは別にあのどうでもいいね、本当は。ただパソコンの画質が良くなったってことを伝えたい、そういう動画なんですけども、ですね、これね、コンポジット出力を今したんです。コンポジット出力っていうのは黄色と赤と白の信号なあのケーブルを使ったコンポジット出力を今まで使ってきたんですけど、これが VGA 出力っていうのに変わることによってあの画質が良くなっています。でこの設定とか編集のエンコードの仕方が変わったんじゃなくて、もうそもそも出力の方式が変わってるんで格段に画質が上がってるっていうね、そういうことなんです。これがこれに対応してるドリミキャストすごいけどね、本当に VGA に対応してる。当時多分 PS2 とかできなかったんじゃないかな。当然 Nintendo64 とか GameCube とか Wii とかですら、 Wii は一応 HDMI に対応してたのかな。だからあんまふだんに詳しくから、もしかしたら PS2 とかも対応してたかもしれないけど、とにかくねアナログでの信号からデジタルの信号に変わったと言っても、それぐらいこうキリキリシャキシャキしてるでしょ。特にこの 3D での描画の多いこのドリミキャストにおいて、こういうふうなこう線のシュピッとしたキビキビさがね、やっぱねアナログ信号では出せなかったこのシャープさが出ますね。でこれやるためにね2ヶ月ぐらいずっと苦難苦渋をしてた。だから動画が上がんなかったんです。取り出しの動画で1回分焼きつくの1月分飛ばしちゃったもの。もうドリキャスト上げる気力なくなったからね、8月上旬ぐらい。もうどういうことかっていうと、キャプチャのねソフトが、キャプチャのデバイスってのをねあるんですよね。まあそもそもこういう風にあのドリキャストが綺麗になってるってことも、キーに映せるってことも知らなかったんだけど、 YouTube に上げ出して気づいた。シェムとか上げてるときに明らかに自分の上げてる動画よりも綺麗に撮れてる動画群がある。それを見てこれはエンコードの仕方とかじゃないなって、何やってんだよって、まあ調べて VGA 出力とかあるって調べて、で VGA でやろうとすると金がかかるってことも分かった。そりゃそうだ、キャプチャーソフトデバイス自体がね、今は VGA でわざわざさキャプチャーする意味がないよ、そんなニッチな。だからもんだから、まあ高いし、お金もかかるし、高いしお金もかかる、同じだな、同じ意味だな。もんだから、まあ、断念してたんですよ。で、7月ぐらい、7月の中頃ぐらいにたまたまヤフオクで安く手に入るドリキャス用のVGA ケーブルというのをね落札して、1000円ぐらいかな、落札して、で実際試してみるとめちゃくちゃ綺麗なんですよ。この VGA での出力っていうのは、まああのパソコンのモニターとかに接続して使うんですけど、あの何キューファールしてんだこいつ。ファールしすぎじゃない？桑田もそろそろ肩壊れるぞ。
ぶし銀か。あ、これ見れたらかっこよかったな。一人で何球投げさせたんだろう。そして大塚明夫、1球でアウト。酒井忠治の苦労意味なし。でまあモニターで綺麗に映ることまで確認したんだけど、デバイスが高いのは分かってるわけで、VGA 用のねデバイスを買うかってなったらそれはちょっとどうかなって思って、まあ、考えに考えた結果、HDMI に変換して VGA を HDMI に変換するコンバーターというのを、何やってるんですか諸住さん、変換するコンバーターを購入し、で変換してこれも使えることを確認したんですけどね、 HDMI に変換してこれを大きいリビングのパソコンに挿してみたら、わすげえやっぱ綺麗に見なって言って分かって、そこで OK で、あーダメだ、あー1点取れた。で選択したのはコンバート自体安かったから、HDMI に変換するとこまで分かったから、今度は HDMI をキャプチャーするデバイスを買えばよいということで、GVUSB3 っていうね、今までコンポジット出力の、コンポジット出力のキャプチャーするに使ってた GVUSB2 っていうやつの後継機を買って、で、試そうとしたら、今でもパソコンでドライバーがね入らないと、対応してないと言われて、ドライバーが対応してないって何なのって思うじゃん。まあそりゃそうなんだよ、 OS がさ Windows の X すげえ球ヒットしたな。手元のビジュアルメモリで見るとすげえボール球なんだ。よくそれヒットしたの。いいでしょうこれは。これはグッドなバントでしょ。小坂。まあ確かにね、バントも面白い手ではあるね。いやでもどうだろうね、三塁ランナーの足考えたら走らせて完璧じゃないか、よし完璧、小坂をすぐ走らせる、いいよそういういいよいいよ、で清水が1点入れる、スクイズも、いや今の入らんかったら次スクイズだったな、ダメだ、代打黒木に変えて、初芝がいいけどな、平井か平井道か、カーブを狙おう、これあれか敬遠か、敬遠ですね、あ、まあ、とにかくね、GVUSB3 をね、パソコンで使おうと思ったら、ドライバー対応しないって言われて、もう 目の前真っ暗だよな。どうしようか、8月上旬あたりはもう、下にくれた、2万金出して、水の泡でお金を無駄にしたと言っても。でまあ、OS をね、Windows 10にするっていう方法もあるかなとは考えていて、でも OS を変えるとなると中にあるデータを移す、外付きハードディスクが必要で、いやーねー、そう考えると、いいんじゃないですか、よし、ナイス、ナイス。小坂だったらいけたかもしれんね、ホームいけたかもしれんね、坂井。ダメだ、シュートでした。落ちるんだ、そうだね、そうだね、
あとは抑えのエースウォーレンが抑えたら勝ちでしょうが、終わりだこの動画で。あのパソコンをねもう買うことにしましたよ、とはいえ10万とかのパソコン買うわけにはいかない。でもゲームの実況をするのにはそこそこのスペックを持ったパソコンじゃないといけないから、悩んだ結果ヤフオクとかでずっとあの肉食動物のように目を皿にして、サメのように肉食動物のように目を皿にして、ずっとねあのいい商品が出ないかずっと探して、3万人のパソコンにたどり着き、それを落札して、結局計5万使ったんだ。まあ、パソコンはね Windows 10使えるようになったことによって活動の幅が広がるというか、ライブ配信もできるようになったりするかなと思ったりしてるんで、まあそこはあれなんですけど、合わせてねドリキャスをこう高画質にするためだけに3万もかけた夏、2019の夏でしたね。勝ち、よっしゃ、一番入球届けられたかな、そしてまあこの画質の綺麗さを届けられたかな。今回の動画の画像動画の見どころは酒井忠治と永遠ファールだ、酒井忠治だったよな、よしよしよしってな感じで、まあ、こう綺麗になった画質をねお楽しみください。これからね他のこの VGA 対応したゲームをどんどん上げていければいいかなと思う。まあ VGA 対応してないやつはね相変わらずのコンポジット出力で上げていこうかなと思うけどね、ドリキャスの YouTube におけるドリキャスの伝道師というポジションを確立していきたい。ドリキャスの実況といえば俺よっていうアザラシをいうふうにしていきたいんで、いやこの辺がもう綺麗だもん、すっごい綺麗だもん、感動するよな。今までその粗い画面で見てたからこそ分かるこの感動ね。じゃあこれからもこういう感動を伝えていければいいかなと思います。でまあ千葉の人はねあの電気のね停電がね大変でしょうけど、まあこの暑い中大変だと思いますけどね、頑張ってください。近隣のね県の人とかもぜひね協力してあげてくださいと思いますよ。某掲示板とかであれめちゃくちゃね被災者叩きとかしてますけど、大変よくねと思うんで、はい、助け合っていきましょう。ということで、ドリキャスの画質は良くなりました実況でした。またどんどんドリキャスの動画を上げていければいいんじゃないかなと思います。ほなまた。